こんばんは、三輪忍です。問題は、事件の真相は何か、でしたが、回答は、犯人は田中。2日前に東京から配信することで、死亡推定時刻を誤認させた。その根拠は、ジューサーとグランマルニエ。皆さん、お待たせして申し訳ございません。事件の全容がわかりましたので、ご報告をさせていただきます。まずは事件の全容について、木下から。まずは、山田さんはおそらく3日前にはすでにお亡くなりになっていたものと思われます。そして彼の撮影機材と調理器具を持って他の場所で配信を行ったと考えられます。これにより2日前の夜にこの場所で殺されたということを印象付けようとしたのでしょう。ここで撮られていない根拠はあるんですか？僕はキッチンの棚から取り出した高そうなウイスキー瓶を床に投げつけ、やめろ。僕は動きを止め、グラスにウイスキーを注ぎ、三島に飲ませた。これは麦茶じゃないか。ええ。ちなみに棚にあったお酒はほぼすべて麦茶でした。これではクレープシュゼットを作ることはできません。これがどういうことかは微動だにしなかった木田さんと町田さんの二人から後で聞きましょう。また、ジューサーが西日本の周波数でのみ対応していることもわかりました。調子が悪かったということは、東日本のどこか、同じマンションで九段の動画は撮影されたと考えられます。さて、浮かび上がる犯人像は、酒瓶が偽物であることに気がつかず、料理の知識があり、そして二日前に東日本にいた人物。あんたが一番怪しいな、田中さん。バカな。それにあんなゲート、私には。あんたを調べたら、昔山田さんと同じレストランにおりましたよね。有能なウェイターやったそうですな。あと、東京にあるここと同じマンションを一週間借りてたこともわかりましたよ。あと、クレープシュゼットの皿の側面にラップが一部分残ってたんですよ。指紋の協力、お願いできます。田中は膝から崩れ落ちた。先輩刑事の不敵な笑みを最後に景色は暗転した。いかがだったでしょうか？それではまた次の問題でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。おやすみなさい。